ジャクリーン・ルース・ジャッキー・ウィーバーは、オーストラリアの舞台、テレビ、映画女優である。2010年の映画、アニマル・キングダムの演技が評価され、アカデミー助演女優賞にノミネートされた。1960年代より、オーストラリアの映画、テレビ、舞台に出演している。1971年に映画デビュー作となった、ストークで、 オーストラリア映画協会賞主演女優賞を受賞した。また1976年のキャディではオーストラリア映画協会賞助演女優賞を受賞した。1990年代から2000年代にかけては舞台を中心に活動し、欲望という名の電車、セールスマンの詩、ワーニャハクフさんに出演した。2010年にはメルボルンを舞台としたアニマルキングダムに出演し、 二回目となるオーストラリア映画協会賞主演女優賞受賞を果たしたほかアカデミー女演女優賞をはじめとするアメリカ合衆国の映画賞にもノミネートされた。2012年にはコメディ映画憧れのウェディングベルでハリウッドデビューしエミリー・ブラントやジェイソン・シーゲルとの共演する。同年デビッド・オーラッセル監督の映画世界に一つのプレイブックに出演し、 再びアカデミー助演女優賞にノミネートされる。2013年にはパクチャヌク監督の英語映画デビュー作となるイノセントガーデンへの出演し、同じくオーストラリアの女優であるニコール・キッドマン、ミアはコースカと共演した。ニューサウスウェールズ州シドニーで生まれる。父のアーサーはシドニーで弁護士をしており、母のエディスはイングランド北部からの移民であった。 ホーンズビー女子高等学校に通った。ありがとうございます。